その年の夏、俺たちを乗せたチャーター船は白波を蹴立て、イラコ水道を真っ二つに横切っていた。目指すは潮騒渦巻き、海賊の末裔の住むという三河湾の沖に浮かぶ上島だった。とはいうものの、チャーター船といってもただの古ぼけた漁船であり、10人も乗れば身動きもできず、おまけにエンジンはお聞きのように不整脈といったリズムの乱れを波間に轟かせていた。その小舟にへばりつく俺たちの様子、風体身なりを今ように言うなら偽装難民と間違えられても仕方のないところだったが、俺たちは難民ではない、れっきとした探検隊である。この探検隊のメンバーを紹介しておこう。隊長は俺、人気な副隊長の小安、絵本の出版社に勤める炊事班長の沢野、炊事班長の女房役鎌滝目黒、食料調達およびビール冷やし班として井田青年、夕玉、濁り目、富士健の4人。富士健というのは探検隊の最年少のメンバーで、俺のうちの近所にいる小学校のガキ大将である。この他に弁護士と長老と呼ばれる2人の古参隊員がいる。以上10名の探検隊員を乗せた小舟はイラコ水道を進むのだが、すさまじい潮の流れがなんとなく我らの小舟の横腹をドドンザバリと遥かな沖に押し流しているようである。隊員の顔約10名、変にピタリと押し黙ってひたすら彼方に揺れて見はるかす島影の一点を見つめ続ける不安の序曲というような幕開けなのである。椎名誠原作、岡本一郎構成、わしらは怪しい探検隊。俺たちの話をするには、まず東日本何でも蹴飛ばす会の説明から入らねば。我々の組織する東日本何でも蹴飛ばす会とはいかなる会であるかというと、会員の何名かに肉体的金銭的余裕ができ、気圧配置も安定して空を見上げた時の気分もなかなか良いという時期を見つけて、みんなでえいやという具合に日本の様々な離れ島に出かけてしまうことを主たる業務としているのである。なぜ島がよろしいのであるかというと、要するに小さな離れ島でありますと、当然のことながらそこに住んでいる人間の数というのも少ない。人間が少ないということになると、人間というのは大抵人間的に優しい気持ちになっていくということが、これは人間行動学の上でも実証されているわけである。例えば早い話、湘南海岸あたりの裏通りで向こうから来るおばばとすれ違ったとしても、人々は今なんとなく動くものとすれ違ったみたいだなというような感覚しか持たないものであるが、本土から遠く100キロも離れた絶海の孤島のささくれ道でペタリペタリとやってきたおばばとすれ違ったりするときは、あ、おばあちゃん大変だね、あいやいやいや、あんたらも気ぃつけてやと声を掛け合い、感動し興奮したりすることができるのである。それに小さな島だと、いざという時にわっとやれば占領できちゃうかもしれないしね。これは俺たち探検隊のメンバーの最年長で仲間から長老とあだ名されている山森俊彦の意見である。長老と呼ばれるにはいささか軽々しい発言であるが、しかしそれはそれでいかにも戦中派ならではの意見を述べているのである。さてその年の春のことだったが、俺たちは新宿東口の駅前にあるおばばばかりが5人、白い割烹着を着て、なぜかいつも悲しそうな顔をしておでんを煮ている店で、夏の離れ島探検について目的地の選択会議を行った。その際、たまには熱海の海岸からいつも見える初島あたりに出かけて行って、異常的に成熟の度合いを早めているという最近の高校生といいますか女学生といいますか、とにかくその辺の年頃の彼女たちとお友達になってしまうというのも考え方の一つではないでしょうか、という井田青年の意見も出たのだが、上島にしようじゃないの、という陰気な小安の意見が初島を抑え、結局その年の東日本何でも蹴飛ばす会の離れ島探検は上島と決定したのだった。上島はあの三島由紀夫の小説潮騒の舞台となったところである。海から見ると
小さな船着き場からいきなり斜面になっていて、そこには一塊の人家がわっというような感じでへばりついており、どういうわけか方々の家に戦国合戦の旗差し物のような色とりどりの上りが立てられていた。そしてその上りが真夏の正午近くの海からの風にとりどりざわざわと忙しげに揺れているので、海から眺めるとまるで島全体が手を振り体を揺さぶり大喜びで俺たちの接近していくのを迎えてくれているような感じであった。しかし俺たちを乗せたその小さな船がもうやだ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 というようなエンジンのうなりをあたりに響かせながら小さな船着き場に入っても、船着き場には人間の姿はまるで見当たらず、わずかに岸壁の隅陸揚げされた配線の近くで赤犬のはぐれ一味の 2,3 匹がチロリと動いて向こう側に消えていくのが見えただけであった。俺たちの予定しているキャンプ設営地は島の裏側にあり、ちょっとした山道を峠一つ越えていかなければならなかった。俺たちは1週間の滞在に必要な10人分の食料や燃料、そして生活道具、それに酒、ビールなど大量の荷物を背負って、正午の炎天のもと腐りきれの細くて険しい山道を一列渋滞で進むのは大変だった。辛みなら十数分で越えられるだろうと見られる峠まで30分以上かかり、ピークを少し越えたあたりで突然びっくりするほど冷たい海風が一列渋滞の頭上を通り抜けた。先頭を進んでいた夕玉が出たと尖った声を出して隊列はそこで止まった。そこは切り通しになっており、その高みから島の裏側が急角度で一遍に見渡せた。おい海だぜ。話はにわかに夕方に飛ぶ。昼の間ギンギラジリジリと照りつけていた太陽も6時を過ぎたあたりでガクッと膝を折り、赤玉ポートワインとなって上島からほぼ南西の海べりに今まさに沈まんとすという頃、ベースキャンプでは金星日和見鍋がふつふつと煮えたきつつあった。さてここで日和見鍋について説明をしなければならない。なぜこの鍋が日和見鍋と命名されているかというと、これを作る人間があまり明確な目的意識もなく制作に入るからである。俺たちの炊事班長はいついかなる時でも1カレーライス、2けんちん汁、3豚汁という3つの種類しか作らないのであるが、そのいずれを作るにしてもまず玉ねぎを剥き、それをサクサクと刻むところから始めるのである。そして炊事班長はいかなる場合でもまずはじめにこの玉ねぎを刻んだやつを油で一発盛大に炒めて一旦そこいらの容器に入れておくということを行う。つまりこの玉ねぎの油炒めはカレー、けんちん汁、豚汁のどのメニューになるとしても絶対に投入されるべき味の種なのである。それから炊事班長はこの玉ねぎの油炒めを大鍋に投入、ついでに水を入れ、その場にあった野菜や肉、もしくは肉の代用品であるソーセージを投入。これらがぐずぐずと煮え立つのを待つのである。しかしこの段階になっても実際にはそれがどのような料理になるのかということはまだはっきりしていない。例えばこの段階で新鮮な魚介類が突然入荷してくるというようなことがあると、これは即座にちゃんこ鍋というものに方針が決定される。俺たちのキャンプではこのちゃんこ鍋がカレーライス、けんちん汁、豚汁の3点メニューとは別格の最大の料理なのである。さてさて、この日の日和見鍋であるが、この日の日和見鍋はかなり高いちゃんこ鍋への期待を集めながらふつふつと鼻孔をえぐるいい匂いを振りまき湯をたぎらせていたのである。というのもキャンプ設営と同時に長老と富士健少年、そして井田青年の3人が
V サインを残しつつ、この上島の神様磯というところへ釣りに出かけたからだ。上島の神様磯、いかにも魚が釣れそうな名前じゃないの。三人が釣りに行くと言い出したとき、当然ながらベースキャンプのわしらに向かって、まあたっぷりとまでは言わないが、新鮮な魚類各種によるちゃんこ鍋というものを考えておいてよいのではないか。まあ少なくとも晩飯の支度の始まる午後5時半頃までには帰還しようではないかと申し述べていったのである。ちゃんこ鍋なら醤油味、豚汁なら味噌味。その日の日和見鍋の最後の味付けは、長老をはじめとする必殺釣り人3名のその超過いかんにかかっていたのである。しかし彼らが帰るといった時刻からもう1時間が経過している。俺たちは晩飯の支度をしながら、あいつらは果たしてどうであろうか。あまり期待してもいけないが、高価な釣り餌である青磯目をたくさん持ち、3人して行ってるんだから何か持って帰るだろう。それじゃあその間とにかく下ごしらえだけはしておこう。しかしあいつらちょっと遅いんじゃないか。結構釣れすぎて困っているかもしれないし。ひょっとするとひょっとするな。おいおい、もう6時半になるよ。おかしいな、などなどという会話を交わし、それなりに彼らの身を案じ、とにかくひたすら彼らの帰るのを待っていた。その時だった。沈んでいく太陽の残り火をわずかに浴びて、浜辺の遥かな先に3つの影が現れた。おーい、おーい。濁り目が立ち上がり、長い柄の森の先にくくりつけたタオルの旗を振り、木村先生がテノール調の声で叫びかけた。おーい、おーい。アナビアのロレンスに出てきたような、ラクダから振り落とされて必死に帰ろうとする兵士のように、長老、富士健少年、井田青年の3人は浜辺に長い影を引き、俺たちの方に近づいてくるのだが、誰も濁り目や木村先生の声に答えようともしない。たちまちのうちに良くない予感がベースキャンプに充満し、それは良くない確信に変わっていった。俺たちは炊事班長の手元を見つめた。炊事班長はポトリと味噌の大きな塊を鍋にぶち込んだ。さてさて、その夜、俺たちにとって初めての上島の夜更けというものがやってきた。知らない場所での最初の夜というのは何にしても不安なものであるが、ここではあの夜の惨劇についても述べておかなければならない。その晩俺たちは酒に脳髄を浸し、胃壁をパンパンに豚汁ライスで満たし、手拍子演歌に喉を潰し、全体的な描写で申し上げれば、つまりはヨレヨレのぐしゃぐしゃになって、それぞれのテントの限定空間の中に行き当たりばったりにぶっ倒れ、息も絶え絶え白川よ船というかドブ川ヘドロというような感じでやさぐれ眠り込んでいたのである。惨劇はこうして全員が眠り込み、焚き火がすっかり消えた午前1時ごろ突然襲ってきた。うーわー、悲惨
惨な海地声は3つの居住用テントでほぼ同時に起こったようである。ふっとかあっとかいった比較的短い海地声に混じって3つのテントの中からピシャピシャと手を打つ音、バリバリとかきむしる音、振り回した手が誰かの顔に当たったのか、なろてめえ、いたたた、こら、俺を踏んでる、ふんやー、いろいろな叫び声が聞こえて、ガサガサゴソゴソと3つのテントの中からほぼ全員が地べたを這うようにして飛び出してきたのだ。蚊の大群が襲ってきたのである。蚊といってもただの蚊ではない。こういうふうに普段あまり人類がやってこないような海辺とか山村の境界あたりにいる蚊は都会の蚊とまるっきり実力が違っているのである。俺たちが普段付き合っている蚊は紛れもなく都会の蚊である。都会の蚊というのは工場排水か何か生温かく居心地のいい湯水で育ち、まだまだ栄養たっぷりの大量の生ゴミを与えられ、大した悩みもないままにある日孵化してふーっと飛び立てば間もなく人にぶつかるという人工過密の獲物に恵まれ、苦労もなしに生活しているようなブロイラータイプの軽薄浜だら赤家蚊でしかないのである。だからその反面抵抗力などは随分弱くなっており、蚊取り線香やシュッと一吹き緊張るといったもので誠にあっけなく退散してしまうものだけれど、ところが滅多に人類が行かないようなところに住んでいるこちらの蚊は、荒れ地の水たまりで寒風にさらされ、ゲンゴロウに追い回され、トンボのヤゴに蹴飛ばされながら、なんとかヨーヨー日暮れに孵化し、初めて中空に飛び立った時からすでに厳しくまなじりを釣り上げ、悲しい怒りを身の内にいっぱい秘めている野生の蚊というものは、都会のヘロヘロ浜だら赤家蚊などとはだいぶ性能も実力も違うのである。都会の蚊はひとしきり様子を伺ってから部屋のカモイの上などに一旦着し、ちょっとこう敵がうたた寝でもしたら音もなく忍び寄っていって血を吸っちゃおうなどという生活態度をしているが、これに対して野生の蚊は獲物を見るやグイーンと直進してきて、ズバッとビヨッとばかりに体当たりしつつ刺していくのである。もう少々厚手の服を着ていてもその上からズバッと刺していく。テントの上についている換気用の細かい網の張ってある穴や地面とテントの間のわずか数ミリという隙間からどんどん侵入してくる。もはや蚊取り線香など何の役にも立たん。テントの外には数百万匹はいると思われる蚊のうわーんという鳴り声が鳴り響いていた。俺たちは随分日本のあちこちで蚊に襲われているが、この夜の大群ほど凄まじいものはなかった。襲来はそれからたっぷり2時間は続き、どうにか外の蚊のうなり声が収まったかのように思えたのはもう明け方に近い3時過ぎであった。テントの中は蚊取り線香の煙で充満、空気はねっとりとよどんで熱気に膨らみ、全員びっしょりと不快な汗にまみれたままの苦しい戦闘であった。午前4時になると蚊の音はほとんど消えて、俺たちはそのまま文字通り泥のように寝入ったのだった。上島の蚊の総攻撃も恐ろしかったが、その上島でもっと恐ろしい体験をしたということも述べておかねばならん。話の発端は東京から名古屋に向かう行きの夜行列車の中のことである。上島は周囲4キロ足らずの島である。4キロといえば歩いて1時間というところだなと水事班長が言った。泳いで泳げないことはないな。そばにいた長老が言った。シーナはこの前10キロぐらいなら泳げるって言ったっけと横から濁り目が聞いた。うん、まあな。俺は答える。沢野はどうだ。今度は水事班長に向かって長老が聞いた。泳げるよ10キロぐらい。水事班長が怒ったような口調で言った。
上島は4キロだから10キロの半分以下っつうわけだ。泳げないことはないな、と濁り目が言った。椎名はどうだ？うん、ああ、できるだろうな。かけようか。泳げるや。よし、それじゃあ向こう行ったら一応やってみようか。よし、やってみよう。このような話の成り行きから、体力万全の3日目の午後、俺と水事班長は上島一周の遠泳に挑むことになった。スタート地点はこの島にやってくるとき最初に上陸した船着き場とした。その後具体的に検討したことでは、島は一周4キロといっても泳いで一回りするとなると5キロから6キロという距離になり、いかに4キロ遠泳可能といっても2人だけで挑むのは危険なので、とりあえず歩いて渡れるところは歩いてよしということにした。そして俺と水事班長は船着き場まで見送りに来た連中が無責任で不吉な送り言葉を次々にわめいている中を、さらばさらばとパンツ一丁で出発したのだった。俺たちはしばらくは平泳ぎで泳ぎ始めた。岬を一つ越えたところまで泳いでいき、みんなから見えなくなったあたりでどちらからともなく水から上がり、大小さまざまな岩の連なる陸路を進んだ。俺たちの前に全体が灰色をした垂直の大きな岩が現れた。このまま陸路を進むのは無理だ。俺たちはそこで再び海の中に入り、岩場近くに叩きつける波に注意しながら素早く一旦沖に向かった。俺と水事班長はピッチを合わせてゆっくりと進んでいった。しばらく快調なピッチで進み、ふと陸の方を見た時、俺は愕然とした。陸の岩場から離れてまだわずかな時間しか経っていないのに、はるか沖に出ている、流されているということに気づいたのは、俺も水事班長も同時だったようだ。俺たちは大慌てで方向を変え、元来た岩場の方に向かって泳ぎ始めた。恐怖はその時はっきり俺たちの全身を貫いた。陸に向かおうとすると、その潮の抵抗力がいっぺんに全身にかかってきたのだ。それはまさしく流れの速い川の上流に向かって泳ごうとしているのと同じであった。後で知ったのだが、この辺は上島でも最も潮流の複雑な危険なところであったのだ。もともと上島というのは日本三大潮流と言われている伊良湖水道の真ん中に突き出ている島であり、風のある日にはいくつもの渦を巻いた急流がこの島の周りを走っているのだという。次第に痛く重くなってくる両肩に絶望的になっていた時だった。それまで肩から足の先まで重苦しくのしかかっていた潮の圧力が急にこそげ取ったように消えてなくなった。別の緩やかな海流に乗ったのだ。7、8メートル先を泳いでいた水事班長が引きつったような顔を俺の方に向けて、おい今だぜというようなことを言っているのが聞こえた。そして彼はそこから急にクロールに変えると、猛然と陸の方に向かって水しぶきを立て始めたのであった。びっくりして俺も反射的にクロールに切り替え、水事班長の後を追った。俺は生涯の力のありったけを絞り出すようにして水をかき続けた。
何度も激しく水を飲み息を詰まらせながら 4,5 分も無我夢中で突っ走っただろうか。上島の母なる岩場に突進し、ようやく一つの岩に手がかかった。それから何とか波に引き戻されない程度の高さまで体を引き上げ、しばらくそのままの姿勢でいてから、ふと気がついて炊事班長の姿を探すと、彼は20メートルほど離れた岩の間で同じように下半身を水につけたまま、じっと静かに肩で息だけをしていた。おおとかすれた声で俺が呼ぶと、彼はびっくりしたように頭を上げ、それから照れくさそうにして片手を上げてみせた。ここで我が探検隊の最年少で最も重要なメンバーである藤健について触れておかねばならん。上島キャンプに出発する日、藤健は例の柄の太い半分錆だらけの手盛りを持ち、リュックサックを背負っておふくろさんと一緒に俺の家に来た。すみません、いつもいつも、と藤健のおふくろさんは頭を下げた。藤健は一人っ子であり、その物静かな美しいおふくろさんが近くの町で水商売の仕事をしているらしい。ということは藤健の話から聞いていた。あ、どうも、どうも、いつも。と、俺は藤健のおふくろさんから、また今年も手渡されたサントリーの角瓶を持って曖昧な挨拶をした。兄ちゃん、醤油を持ってきたよ。と、藤健ははち切れそうな感じで言った。こうして俺と藤健のおふくろさんとのちょっとした恒例ウイスキー角瓶の授与式といったものが終わると、藤健は数日間馬鹿げに満ちた大人たちの一体の最年少隊員となるのであった。そして藤健は我ら探検隊になくてはならぬ存在だった。どうしてか、一言で言うと、彼は非常に女性にモテるのである。女にモテるというのでは我ら探検隊唯一の男と言ってよかった。理由はいろいろある。まず一つは、男といってもまだ小学生であるから、何はともあれ安全であるということがあるだろう。もう一つは、要するにルックスがいいのである。第二枚目なのである。寂しげな目がまたたまらないのである。夕暮れにキャンプファイヤーの準備などすっかり終わって、この藤健がぼんやり海を眺めていると、近くを通りかかった女子大生のグループが、うん、かわいい、坊やどっから来たの、などと言いつつ近寄ってくることがある。その声を聞き、はっと我ら大人どもは素早く髪の毛などをなでつけ、水泳パンツの紐を締め直したり、陰気な小安や濁り目たちを急いでテントの陰に隠したりするのである。が、しかしせっかく近寄りつつあった女子大生たちも、藤健の背後でうごめく数人のおじさんたちの異様な水黒いを素早く察知し、あ、よく待ってなどと言いつつ去ってしまうのが常なのであった。去っていく女子大生たちの後ろ姿を追いつつ、お前今あっちを見たろ、と濁り目の頭をゴツン、お前たちのせいだぞ、と陰気な小安の頭をポカリなどと木村先生がやるものだから、その後の酒盛りはまた果てしなく荒れるというのもいつもの筋立てなのであった。おっと、明けガラスが鳴いた。ではここで話をポーンと上島のキャンプの朝に持っていく。島に行くたびにいつも俺は不思議に思うのだけれど、離れ島の夜明けというのはズドンと唐突にやってきて、あっけないほど唐突に明けていく。日没の方はそれでも長い長い夕焼けのエンディングがあって、そうしてプチンとスイッチでも切るようにきっぱりと暮れていくが、朝の方はまるでぶっきらぼうだ。そして3つのテントから起き出してくる10人の男どもの顔は、ぐっすり眠れば眠ったでどのみち冴えないじゃがいも顔であったし、起きれば起きたでまた今日も朝飯の支度である。鎌滝目黒は夕べの湿気でくすぶる焚き火にむせながら、それでも素早く手頃な火を作り、炊事班長は夕べあまり減らなかったカレーをそのまま温め始めた。今朝はその鍋の中にやはり夕べ残った飯と即席ラーメンのいくつかをぶち込んで、そば入りカレーおじやというなんとも凄まじく魅力的な献立で勝負しようというわけなのであった。こういうキャンプ生活ではごった煮料理の味は格別である。夕べだいぶ飲みすぎたらしく、
時折胃のあたりをさすっている長老や陰気な小安なども、炊事班長の号令のままに、きちんとアルミのボールとスプーンを持って、釜の前に並んでいる。炊事班長は各隊員の差し出すボールに蕎麦入りカレーおじやを持ってやりながら、はい、頑張ろうね。今日もたくさん食べて頑張ろうね。と、あまり真実味のない言葉をかけている。ところが、途中で全体の配分が怪しくなってしまったことに気がついたのか、はい、あとは自分でやろうね。などと言いつつ、簡単に職場を放棄してしまったのである。お、これはうまい。なかなか今日のはコクがあってうまい。などと、古参隊員らの残酷な声が聞こえる中で、かなり弱肉強食に近い順番によって残った朝飯の分取り合いが展開されることになった。そして最後に残った伊田青年と夕玉が周囲の連中に呪いのうなり声を上げながら、しっかりと大鍋をつかんで、執念の必殺こそげ落としに全力を挙げていた。その時だった。伊田青年と夕玉が同時にすっとんきょうな声を張り上げた。ああ、なんだこりゃ。近くにいた数人がなんだなんだと覗き込む。もうほとんど汁気がなく、大鍋の底にこびりついたジャガイモやドロドロ野菜に混じって、なぜか蚊取り線香が丸々一個、黄色い大鍋の底に緑の渦巻きマークくっきりとへばりついていたのである。昨夜の大荒れの酒盛りの最中に何かの拍子で飛び込んでしまったのか、あるいは誰かが放り込んだのだろう。藤健が嬉しそうに言った。すごいな、兄ちゃんたち。上島での話はこれぐらいにして、粟島の話もしなければならん。粟島というのは新潟県の岩船というところから船で2時間ほどのところにある人口800人ぐらいの小さな島で、北の日本海の数少ない離れ島である。その年俺は相変わらず隊長を務め、炊事班長、濁り目、陰気な小安、木村先生、長老、伊田青年、夕玉、藤健、鎌滝目黒とメンバーは変わらなかったが、上島へ行った年から3年経っており、全員がやっぱり3年だけ年を取ってしまっていたのである。キャンプ地はハゲノ浜という島の南側にある穏やかな砂浜であったが、どうも名前からして不吉な予感がしていたのである。いつものように速やかにテントを張り、さっさと分担された役割通り仕事を進め、第1日目も無事に日が暮れて宴会が始まった。買い出し部隊が漁港から買ってきたメバルを焼き、炊事班長は久々の新作大鍋シチューを作り、越後の地酒腰の完売をぐびりぐびりと始めたまでは良かったのだった。ところがこの島はどうも予想に反して若い男女が大勢やってきているようなのである。それらの人々が住んでいるのは、俺たちのような落ちこぼれインディアン部隊のようなテントではなくて、いかにもスイートホームというような感じの赤や黄色やブルーの小さくて小綺麗なテントであり、辺りが薄暗くなるとそこからチラチラと可愛い明かりが漏れてくるのである。そればかりではない、このハゲノ浜にはたくさんの民宿があるのだが、夜ともなるとそれらに泊まっている若い男女はなぜかフラフラと浜辺にやってくるのである。俺たちははじめいつものように酒の酔いの増すままに
星の話や地底の話など、さまざま目まぐるしい話題に花を咲かせていたのであるが、ところが、そのうちに井田青年があらぬ方向に目を据えて、と低くうなり始めたのだった。よく見ると、浜のあちこちに男女がきっかり2名ずつ座り、あるいは立ち、あるいは横になり、あるいは一人がこんな格好をすると、このもう一人がこんな風にして、いやいや、とにかく必要以上に仲良くしているのである。濁り目はますます目玉を濁らせ、筋半長は長い足をバタバタさせ始め、陰気な小安は、けっと横を向き、長老はだいぶ薄くなった頭のてっぺんをボリボリかき始めた。夜陰の若き密着的男女の愛の確認作業はどんどん盛り上がっていったが、こちらは盛り上がらぬまま中途半端な酒盛りを終えて、三三五という感じでテントに潜り込んだ。そして翌日、いがらっぽい喉の渇きで目を覚ますと、なるほど喉は痛くなるはずである。夕べの焚き火がすっかり消えておらず、というよりも、まだ元気よくくすぶっていて白い煙が俺が寝ていたテントの方に静かにひっそりたゆとうてきている、という具合なのであった。俺は少しがっかりし、それから喉ばかりではなく、肩や腰のあたりも痛いのに気がついた。これはもしかすると夏風邪でも引いてしまったのだろうか。こいつは困ったなぁ、と思いつつよたよたと海べりに行って顔を洗い、口をゆすいだ。そして、ふと横を見ると、何やらこれは孫を肩なき骨格色のうんこが2本、ハゲの浜の遠浅の穏やかな朝の波に現れて、時折キラキラと光って見せたりしているのだった。これは実にもうしみじみとがっかりする発見物だった。その日俺は食器洗いを休んだ。このような共同生活では許されないことであった。一日中ぼんやりとタバコばかりふかしていたのである。すると、息になく硬い表情をした水事班長と、無理に無表情を作っているような長老の二人が俺のところにやってきた。あのさ、椎名、と水事班長は言った。言葉つきはいつもと変わらないが、その細い目は笑っていなかった。ん？ん？なんだ？あのさ、椎名。あ？いろいろ長老とも相談してみたんだけどな。ああ。俺たちはもう随分、いろんな島に来てるけどさ。うん。いつでも相変わらずって感じでやってきたけどさ。うん。夕べあたりを見ているとね。みんな、ちょっとなんとなく、以前と違うみたいな感じなんだよな。なんとなく全体の雰囲気がさ。それでまあ、大体のみんなの意見というものを聞いてみたんだけどね。一応、まあ、みんな同じ意見ということになったんで、はっきり、まあ、椎名に言おうということになったんだけどさ。それでまあ、俺なんかがこういうことを言うのはちょっと恥ずかしいんだけどさ。まあ、早い話が、今回一晩ぐらい風呂に入ってさ、畳のあるところで眠れないか？早い話が民宿に泊まってみるのもいいんじゃないかというのがみんなの意見なんだ。思えばこの時、水事班長が申し述べてきた恥ずかしい提案は、俺にとってはまさに行幸に近いような話であった。やはりその時、俺は風邪をひいていたらしく、全身がぐったりしており、こういうテント生活を初めて苦しいなと思っていたのであった。このようにして、俺たちの栄光の自炊テント生活は、それまで断るごとに馬鹿にしていた民宿生活に手足を染めてしまったのだ。しかも、それまで断るごとに馬鹿にしていた民宿生活の、民宿の人々はみんなとびきりの善人な人ばかりであった。しかも、年頃の三人姉妹がいて、三人とも心根の優しい可愛い娘たちだったのだ。そしてこの年、藤健は初めてビールを飲み、酔って何度か浜辺に戻しているようだった。彼はもう中学三年になっていた。When the night has come.And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid, oh, I
just as long as you stand by me. その翌年の夏、俺たちは離れ島行きを休んだ。候補地としては三陸海岸の沖にある陸前江ノ島か山陰地方の沖ノ島の2つに絞られていたのだが、なんとなく規制が上がらず、どうしようどうしようなどと言っているうちに夏が過ぎてしまったのだ。メンバーの一人一人が確実に忙しくなってきているということもあった。炊事班長は絵本の出版社の幹部になって全国を飛び回る仕事が多くなっていた。その良き相棒であった鎌滝目黒はフリーのエディターとして活躍していた。木村先生はサラ金問題の法律相談専門家になり、テレビの人生相談に出ている。濁り目は東京本社の上役と喧嘩して大阪に飛ばされた。夕玉と井田青年は結婚して少しふやけた顔つきとなった。陰気な小安は二人目の娘が生まれ、ますます人生が面倒くさくなっているようだ。長老は会社の経営者となり、がっくりと体力が落ち、俺はすっかり逃げ足が遅くなってしまった。そして気がかりなのは、あの藤健としばらく会えないでいることだった。藤健の住んでいた家は道路拡張工事で半年前に一駅先の仮住宅に移ったという話を聞いていたが、それ以来とんと音沙汰がなくなってしまったのである。一年間島に行くのをやめてしまうと、その年の冬には一年半も仲間と一堂に会する機会がなくなってしまうということに初めて気がついたのだった。ただ炊事班長とは時々新宿東口の駅前にある飲み屋で待ち合わせ、どうということもなく酒を飲んで、どうということもない話をした。時折炊事班長は、藤健はどうしてる？と聞いた。俺の知っていることはわずかだった。高校を中退したらしい。そうか、来年は思い切ってトカラ列島の宝島というところに行こう。名前からしていいじゃないか。陰気な小屋に行っとけよ。ああ、それまでには藤健とも連絡が取れると思うよ。しかし藤健は健在だった。晩秋のある日、俺はうちの近くの交差点で信号の変わるのを待っているときに藤健に出会うのである。兄ちゃん。派手な黄色いブルーバードが急停車し、その車からあの人懐っこい大きな黒い目をまん丸にしてニョキッと藤健が顔を覗かせた。おお、元気か。たまには遊びに来いよ。うん、行くよ。兄ちゃんは元気かよ。ああ、お前今何をしてるんだ。うん、所沢のガソリンスタンドにいるんだ。しかしその時、後ろの車がけたたましくクラクションを鳴らし、藤健はこんちくしょうというような顔をしてハンドルを大きく振った。じゃあと藤健の怒鳴り声がして、彼の派手な黄色いブルーバードは素早く交差点を曲がり、府中街道にすっ飛んでいった。車の中で藤健はあまり似合っているとは思えないリーゼントタイプの頭に、あの例の白いつなぎの服を着て、彼は彼なりに精一杯決めているようであった。そして実におかしかったのは、長い髪の女の子が藤健の隣にパッと赤い花が咲いたように座っていたことであった。
わしらは怪しい探検隊。原作椎名誠、構成岡本一郎、出演草野大吾、効果メッセ、調整五十嵐弘明、演出佐藤司でした。